曲です。ちょっとあまりショッキング映像でチャンネル名を、ね、間違っちゃいましたけど、はい、なんか持ちきり、なんか今日のねニュースで話題が持ちきりで、はい、小林真弥さん、元 TBS アナウンサーの、うん、見てみたんですけど、いや結構やっぱすごいね。なんかこう結構なんかそのネットニュースとかで、あのコメントとかでなんか非常にこう、あの、良くない方向に行ってるんじゃないかみたいな。旦那さんに洗脳されてるんじゃないかとか、いろんななんかこうコメントがあって、どんなもんかで見てみたら、はい、結構なかなかディープな、ドープな動画を配信されてて、なんか生配信らしいんだけどね。ほんと旦那さんと一緒に、その小林真弥さんが、二人でひたすらこう、はいはい、まあリアルタイムでそのコメントをもらってるユーザーさんとかに、はいはいはい、あのコメントを返したりとか、はい、たわいもない生活の話をしたりとか、うん、でもその中にこう、まあちょっとね、その番組をちょっと、あの、降板というか、下ろされてしまった流れがあって、はいはいはい、なんかそういうちょっとその、愚痴も入ってしまったりとかして、まあ、今回ちょっと、かなり炎上というか話題になってるみたいな感じらしいんだけど。なんかだってそれ、昨日の配信、はい、120万回再生されてますよね。そう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 。なぜなら、今日本がこの話題で持ちきりだからです。どうなんだって話ですけどね、その日本のマスコミも。コメント見てると一番上の方からもう精神的に限界なのかなとか、他の人はこれは精神的にやばいなとか、うん、そうそう、もうそんなコメントばっかりです。目がいっちゃってるとかね。うん、僕全然でも分かんないですよね。なんかニュースでやってたのは知ってて、うん、今和田さんに教えてもらってチラッと見た程度で、うん、どういう状況なのか全然分かんないんですけど、これは一体何なんですか。いや、小林テレビ局ですよ。いやいや。で、どういうことで話題になってるんですか？あ、まあ、だから、あの、話題になったきっかけとしては、あの、その、まあ、TBS の番組、レギュラー番組を、小林真弥さんが持ってて、はい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 、でなんか、それを、まあ、急遽なんか、降板されたみたいなニュースが流れてて、はいはいはい、で、そのなんか、いきさつを番組で話しちゃって、あ、まあ、要は、その、いじめがあったと、TBS 内でいじめがあって、はい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 、まあ、嫌がらせを受けて、あの、まあ、バイネームというか、なんかスタッフのことを悪口言っちゃったみたいな感じで、暴露しちゃって。でも、こんなトーンで話してるから、こいつやべえんじゃねえかっていう話になっちゃう。なるほど、なるほど。うん、で、その、旦那さんよね。旦那さんがもう、なかなかのキャラクターの人で。はい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 。なんだっけ、あの、なんかちょっとスピ系の人なんですよね。いや、そうなんですね。うん。マッサージしかなんか、で、なんだっけな、いろんななんか肩書があったような気がするんですけど、で、まあ、あの、ご結婚のね、当初からちょっと、あの、旦那さんにコントロールされてるんじゃないかみたいな噂はあったらしいんですけども、まあ、それがか表面に出てきちゃったという感じですね。なるほど。まあ、ただ、まあ、なんて言うんだろうね、あの、別に、まあ、あの、僕もそのね、たまたま見たニュースで知って、たまたま見ただけなんで、その実際そのどういう意図でやってるかとかはあんまり知らなかったりするんだけど、うん、まあ、全部見てみようと思いつつ、はい、一個ずつ長いですね、これ。長いんですよ、生放送でね。そうです。ずーっとその、まあ、要はその、始まりがこう、だいたいその小林真弥さんの独壇場で始まるんですけど、はいはいはい、もうね、10分ぐらいずーっと挨拶してるの、それ。おはようございます。朝やってるんでしょうね。朝放送してるから、なんかずっとね、挨拶してるシーンが続いたりとか、はいはいはい、なかなか狂気を感じる内容にはなってるんですけど、なんかね、あの、これ面白いんだけど、なんかもうずーっとね、夫婦でね、瞑想してる動画とかあるんですよ。そう、なんかニュースでされましたね。そう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 。なかなか、なんかね、コンテンツ力、企画力が面白いなっていう。いやね、でも小林さんもいろいろあった方だから、うん、もう別に自由ですからね、どういうことをやるかどうかっていう、うん、世の中とやかく言うことではないっていうね、のありつつ、うん、我々もやりますか、瞑想。これやります？あ、瞑想？番組ね、この番組ね、無音が続くだけですけど、無音か、まあ、BGM が流れるだけになるんですよ。まあいいかもしれないですけど。今日ね、うるさいんですよ、カラオケ屋がね、今日ね。
そうそうそう、大丈夫かなって感じですね、これ。なんかコロナの話で、うん、あのまた、うん、ね、第3波があって、あ、そう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 、今日あたりニュースで騒がしくなってたと思いきや、うん、これですよ、はい。まあ、だからまあちょっとこれからまた来れなくなるから、うん、ちょっとうるせえなまあ今日ぐらいはまあこうパートっていう感じなのかもしれないですけど、うん、ちょっと盛り上がってますね、金曜の夜で。そうですよね、うん、まあ、あっちこっちの部屋からいろんな声聞こえます、ね、なんかいろんな規制が聞こえるもんねあ、そういえばね、僕ね、先週、あ、これ番組でちょっと話したかもしれないですけどね、鬼滅の刃劇場版をとうとう見に行きまして、はいはいはい、もまあ、とんでもなく話題、まあ、これもまたね、はいはいはい、ちょっと時事ネタになっちゃうんですけど、うん、でね、家族で初めて、はいはいはい、もう子供も連れて、奥さんも連れて、うん、行きまして、映画館、はいはいはい。でね、すーごい混んでるの、ほんと。びっくりしました。で、あの、もう混みすぎてるから、あの、いわゆるこう、まあ、映画館ってこうポップコーンとか、食べられるじゃないですか、普通の映画館って、うん、はいはいはい、飲食禁止になっちゃって、はい、飲み物だけ OK で、はいはいはい、食べ物禁止になっちゃってたんですけど、まあ、あの、まあ、在庫がなかったりとか、あとは、まあ、お子さんも多かったりするんで、まあ、ちょっと映画館がこう散らからないようにみたいな配慮もあると思うんですけど、だって食べ物が売り切れるぐらい混雑してましてね。で、まあ、評判以上に評判がいいんだなっていうのは確かに、はい、映画館を見てね、映画の内容というよりは映画館を見て思ったんですけど、まあ多いよ大人があの、え、親とかって意味じゃなくて、うん、普通のカップル、大人の観客が、そう、あ、そうですか。で、ここもびっくりしたんですけど、仮装してるんですよコスプレしてきやがるわけですよ、あのいや、子供ならわかるよ、はい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 、子供がね、子供今さすごいから、あの鬼滅コスプレすごい流行ってる、もう街中で見るんですけど、大人だから大人がなんかあの、その和服みたいなの着てたりとか、ね、はいはい、してきてる。ちょうどハロウィンの時期と重なる。もう11月でしょ。あれだからもうリアルガチのファンなんだと思うんだけど、あ、そうと思って、こういう感じなんだと思って。へえ、面白かったですか？あ、まあ内容は、あ、まあでもちなみにまあその僕ちょっと軽く、その漫画では、あれ、まあ、結局そのジャンプでね、普通に漫画でやってるものが映画化されてるだけなんで、はい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 、内容は知ったんですけど、まあでも、まあ面白い、まあ面白いというか、まあ普通にこう、うん、あのエンターテインメントとして楽しめる内容にはなってて、はいはいはい、でこう、まあ出てくるキャラクターとかも、まあちょっとその今回の劇場版に関しては、まあとあるちょっとそのモブキャラじゃないんだけど、サブキャラクターとか、まあちょっと主人公とは違うキャラクターが結構メインでフィーチャーされてて、はいはいはい、っていう、まあちょっとスピンオフ的な意味合いもある、あの映画ではあるんですけど、うん、いや、めっぽう泣いてましたよ、なんかその大人が、まあ、だからちょっと泣けるシーンがね多いみたいなのあるんですけど、まあ、めっぽう泣いてましたね、なんかあのいい大人が、で子供全然泣いてないっつ、なんか、まあ刺さってるとこは違うんでしょうね、全然違うでしょうね、子供はあのチャンバラ劇が楽しみで見に行ってたりするんで、まあ鬼滅ブームってもうなんかね、陳腐な言葉になってますけど、相当盛り上がってるんだな。あれ、またさんも僕に対してね、こういうふうに、そうですね、キメハラをね、先導して今やって、まあ、この配信自体もキメハラになる可能性は、だいぶあるんですけど、まあ、逆キメハラみたいなのもね、あるらしいですけどね。何すかそれ。いや、だから、鬼滅なんか、みたいな、はいはいはい、そうの人、もちろんその、そんな好みじゃない人たちもいるんで、はい、でもなんか大人でもめちゃくちゃハマる人と全然わかんないっていう人がすごいなんか分かれてる印象で、この間もなんか YouTube のチャンネルのジュニアフットごと、はいはいはい、あれ見てたら 4人が鬼滅の刃見て、はい、見た上で話すって回やってたんですけど、はいはいはい、フットボールの岩尾、はい、のんちゃん、のんちゃんがね彼は全然わかんなくて、はい、もう苦痛でしかなくて、ようやく見終わったって、あと何回、あと何回って言って数えながら終わったって言ってた一方で、はい、フットボールのごとは、はい、もうハマりすぎて原作買ったりとかしてたっていうぐらいハマってて、へー、そうそうそう、なんか意外逆なような気がするけどね僕はどっちなんだろうみたいな、あのね、いや、だ結構ね、描写とか表現はグロいんですよ、結構グロくて、うん、なんかもう血しぶきとか、はいはい、首切られたりとかたくさんあるんですけど、ただやっぱ根底にあるのはやっぱりあのジャンプの何でしたっけ、勇気、友情、なんか3つぐらいのやつあるじゃないですかね。努力みたいな。はい、そう。まさにあれで、もうね、だよく言われてるのは、まあ、僕らの世代のさ、こういう敵と戦うさ、はい、二項対立の、漫画ってさ、はいはい、圧倒的強い主人公がいて、はい、そいつがもうバッタバッタ投げ倒していくみたいな感じのものがね、はい、多いと思うんですけど、うん、鬼滅はね、もうね、もうチームプレイで、
ほとんどもうみんな生なんていうの生きるか死ぬかギリギリの中で戦うっていう設定で、はいはい、なんとか混乱を乗り越えていくっていう。なるほど。はい。まあ、ちょっとプチネタバレになっちゃうんですけど、もうだからすごい死者が出るわけですよ。なんかそのめっちゃ死ぬんですよ。だからそう。うん、なんとかなんもうなんかもう野球で言ったらもう9対8ぐらいのスコア。はい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 、をもうまあマウンドあていうかそのなんていうかそのゲームチェンジすることに点を入れては入れられみたいなそういうことをやってるようななんていうの戦い方とか演出になってて、うんうんうん、まあ、だからまあよりこうなんていうんですかねそのキャラクターたちが協力しながらやっていく、でなんかあの仲悪かったキャラクターがちょっと仲良くなっていって、はいはいはい、なんかチームワークがなんか生まれててみたいな、うんうんうん、そういうところにね楽しみを感じる人が多いものなのかなっていう感じなんですけど、まあだから転ぶよねどっちに行くかね。ああいうのはなんか安っぽいなって思う人もね多分ねいっぱいあると思う本当に、うん、いやじゃあ僕見ますわ。じゃあちょっとね見たこの回でもやりましょう。あの鬼滅の、そうですね、鬼滅の感そうですね。テネットの感想って言いましたっけ。あ、僕い行った見に行ったんですよ。言ってないですよ、ね、はいはい、うん、渡さんあの2話言ったんですよね。いろいろ、あ、そう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 、うん、個別には聞いてる。そう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 、ちょっと鬼滅もじゃあそうです、ね、よかったら、まあそんな計算したらアニメでNetflixとかで公開してるやつって合計9時間ぐらいで見れるはずなんですよ。見れるなんで、うん、まあ9時間ぐらいちょっとそうですね見てみます。途中ちょっと苦痛になるところがねあるかもしれないです。これ言ってきますけど僕鬼滅好きな方ではないですから。でも、まあ、本当に好きな方には申し訳ないですけど、はいはいはい、うん、普通です。あ、そうですか。、うん、ただ、まあ、映画は子供も楽しめたし、うん、まあ、いい、まあ、普通に見る映画でしたよっていう感想、はいはい、だから、まあ、ちょっと前に話したその浄化のシーンとかね、はいはい、カタルシスをこう異様に押し付けてくるシーンがあるんで、まあ、そういうとこには、まあ、まあちょっとねいいなって思うところもありつつ、分かりました。どっちだろうな。激しくディスる回が期待できるかもしれない。どうですかね、うん、なんかね鬼滅は結構ディスってる人も多くて普通にそういうの発信してたりするから、はいはい、まあどっちに転んでもそうですね、うんうん、ちょっと鬼滅感想会みたいなのね、はい、やるというところで、はい、で今回が第99回、第100回目のアフターショー、はい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 、というところでちょっとまあ我々100回と1周年記念というのがまあ割とこう、はいはいはい、同時に来てて、うん、まあ今回ちょっと節目というところで、はい、ここちょっとアフターショーに関しては、はい、まあ一旦2人のそのエピソード回にちょっと集中するというか、うん、最近ちょっとそうですね、まあアフターショーのそのこれはちょっと我々のその収録サイクル的にちょっと最近グダグダって、はいはいはい。そうね、アフターショーが翌週になってしまったりとかするとかで、まあ、結構編集のちょっと、ね、ルーティンがちょっと崩れたりとかして崩れたりとかちょっと長くこの番組続けていきたいんで、そう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 、ちょっと一旦我々の収録のリズムを、はい、整えるという意味で一旦ちょっとアフターショー、ね、ちょっとお休みさせていただいて、うん、まあ、これも途中から始めたやつだったりとか途中から始めて、まあ、にしても長く続きましたけど、ね、だいぶ続きましたもんね。そうですね、まあ、でも本編よりこっちの方が好きっていう人もいたりとかしたんですけど、そうなんですか。いやだからこれ悩みどころだと最近ね、あ、だから最初すごい緩い感じで、はいはいはい、本当にしょうもない話したじゃないですか、なんかそう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 、うん、編集もせずノーカットでそのままノーカットでそのままそうぐらいのつもりでやってたんですけどね。最近真面目もう、そうですね、特に前回あたりがひどかったですね。ひどかった本当に。もう完全になんか政治の話じゃん。なんかね、うん、カッターの力を抜くっていうテーマでやったんですけど、ちょっと最近そうす、ね、力みすぎてたっていう。本来アフターショーってそのエピソードで話した話の裏話とか、まあね、振り返りみたいな、ね、違う視点でちょっと話してみるみたいな、うん、そんな感じのはずなんですけど、うん、全く違う話題で一から話し始める、全く違う話題、しかも全く違う時間軸というか、翌週に話してるから。そう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 。なんでちょっと自分たちで決めたそのあれに縛られ、逆に、うん、そうですね、そう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 、あれだったね、うん、まあ、また違う形でなんか面白い形でね、はい、オフトーク的なねものなんかあればと思ってるんで、はい、終わりかけながら進化していくという、終わりかけながらね、はい、うん、終わるために進化してるわけ、終わるためにね、そう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 、うん、ですね。はい、まあじゃあ今後はまあ普通の放送回、そうですね、2人のエピソードトーク、まあちょっとね緩い話もしつつ、そうですね、はい、はい、うまくやっていければという感じで、引き続きちょっとね、はい、ご清聴いただければなと、はい、思っております。はい、じゃあさようなら。ありがとうございました。ありがとうございました。
Thank you.